皆様こんにちは。NTT ドコモの山田でございます。本日は大変お忙しい中、当社の新商品新サービス発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。心から感謝をいたします。本日ご紹介するのは、ドコモがこの冬から来春にかけてお届けする新商品28機種と新サービスであります。本日は大きくスマートフォン、i モード機、LTE の3つに分けてご説明してまいります。今回の冬春モデルではスマートフォンのラインナップをさらに充実をさせました。また i モード機についても4シリーズそれぞれの個性を一層追求したモデルをご用意させていただきました。そして12月から始まる LTE サービスクロッシーに対応した端末もついに登場いたします。まず一つ目はドコモ初のタッチパネルスマートフォンリンクス 3D であります。3.8 インチのモバイル 3D 液晶を搭載をしており、専用メガネをかけなくても乱反のままで、迫力ある 3D 映像が楽しんでいただけます。さらに、お財布携帯だとかワンセグ、赤外線通信といった i モード機では定番となっている機能も搭載をしております。カラーバリエーションも、上品な色彩のフェアリーブルーなど3色をご用意いたしました。女性のお客様にもぜひこの手に取っていただきたいというふうに思います。発売は2010年12月初めの予定であります。2つ目は高画質の動画が楽しめる防水対応スマートフォンレグザフォンであります。レグザフォンであります。レグザフォンは液晶テレビでおなじみのレグザの高画質化技術を実現するモバイルレグザエンジン 3.0 を搭載をしております。ワンセグや YouTube などの動画をより美しく高画質で再生できます。またドコモのスマートフォンでは初めて防水タイプであります。日常のさまざまなシーンで活躍をいたします。これらの機種もこちらの機種もワンセグのほかお財布携帯赤外線通信というものに対応しております。カラーはメローボルドとモイストブラックの2色、発売は2010年12月を予定をしております。3つ目であります。3つ目は初めてお使いの方でも安心して操作できる、エントリースマートフォンオプティマスチャットであります。オプティマスチャットであります。このオプティマスチャットには i モード機と同じような感覚で操作できるドコモメニューを搭載をしております。スマートフォンが初めての方にも違和感なくご利用いただけるというふうに考えております。4つ目はブラックベリーシリーズの小型軽量タイプブラックベリーカーブ9300であります。法人のお客様を中心に、根強いご支持をいただいている、ブラックベリーシリーズの新モデル、i モードのメールアドレスも使います。小型軽量でありながら 4D キーボードを搭載し、音楽再生機能も、充実をしているというところでございます。ドコモは本日、発表いたしました、4機種とギャラクシー S、ギャラクシータブ、さらにまだ発表しておりませんが今後、予定しているタブレット型端末1機種を加えた計7機種のスマートフォンのラインナップで、お客様の幅広いニーズに、お答えしてまいります。さらにドコモは内外の、優れたサービスを厳選し、お客様に優れたスマートフォンの使い方をご提案をしてまいります。今回お届けするのはあらゆる情報をスマートに整理し、いつでもどこからでも引き出すことができて、皆さんの記憶を、助けてくれるエバーノートであります。このサービスをより便利に
お使いいただくためにエバーノート社とドコモからお知らせがあります。まずドコモは本日発表しました Android 端末3機種 Galaxy S、Galaxy Tab にエバーノートをフリーインストールしました。さらにドコモの Android 端末をお使いの方にエバーノートをより便利にお使いいただけるキャンペーンを実施をいたします。こちらについては後ほどエバーノート社の CEO のフィル・リービンさん、来られています、フィル・リービンさんからご発表をいたしていただきます。ドコモは今後もスマートフォンの新しいサービスをご提案し、より一層のワクワク感をお客様にお届けします。ご期待をいただきたいと思います。ドコモのスマートフォンはお財布携帯やワンセグなどのおなじみの機能、 3D 液晶などの最先端技術の搭載、 SP モードやさまざまなアプリケーションの登場により、ますます便利で使いやすいものになっていきます。